究極のエコカー、クリーンカーで究極のキャンプできるのかーイエーイ。はい、ということで今回の番組はですね、はい、究極のエコカー、クリーンカーと言われる FCV、うん、はい、燃料電池自動車を使って、これはいかに快適でいかにエコな車なのかを実際に体験してもらおうというような番組でございます。なるほどなるほど。はい、田村君、はい、FCV というのはご存知ですか？全く聞いたことありません、うん、FCV って何ですか？こんにちは、福先生です。では聞いたことのない川村くんのために FCV について説明しておきましょう。 FCV とは燃料電池自動車の略で、水素と酸素の化学反応によって発電した電気エネルギーを使って走る車です。 CO2 排出ゼロというのが究極のエコカー、クリーンカーと言われるゆえんなのです。でございまして、はい、究極のエコカー、クリーンカーを使って、はい、究極のキャンプをやってみようじゃないかなと。究極のキャンプですか？川村君、はい、キャンプってやったことあります？いえ、一度もしたことありません。一度もないですか？お恥ずかしながら22年間生まれてからこれまで一回もしたことありません。ちょっとキャンプってすごい不便なイメージがあってちょっと不安なんですけど、大丈夫ですか？大丈夫でございます。今日はですね、川村君、1ミリも不安を感じさせないキャンプを今日は僕が、はい、FCV を使ってお届けしますので。本当ですか？ちょっと疑ってます。大丈夫ですよ、疑ってください。後で FCV に謝ってください。わかりました。疑ってごめんなさいと。その時は、はい、大丈夫でございます。今日は僕にもう全部任せていただいて、はい、今日は当てのしますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします、はい、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 FCV で始めました。究極のエコカー、クリーンカーで究極のキャンプはできるのか。今回の企画は、究極のエコカー、クリーンカーと呼ばれる FCV の発電を使って究極のキャンプはできるのかというもの。まず一行は FCV の燃料補給のため水素ステーションを訪れることに。ということで、普通のですね、車と違いましてですね、はい、普通の車はガソリンを使うんですけども、はいはい、FCV は水素を使って電気を作り出して、それで走るというような車でございますので、水素ステーションにやってきました。はい、水素って聞くと、ちょっと危ないイメージがあるんですけど、実際のところ大丈夫なんですね。燃料電池自動車は危ないものじゃないんですよ。まず、水素の特徴として、常温・常圧では無味無臭の気体、可燃性がある、とても軽い気体なので空気中に拡散しやすい、といった3つの大きな特徴があります。 FCV はその3つの大きな特徴を踏まえて安全対策をとっています。 1. 漏らさないための対策。 2. 検知して止めるための対策。3. 漏れた水素をためない対策。 FCV では水素を安全に使うためにしっかりと安全対策が取られているんだね。しっかり対策がされてるっていうことなんですね。そうです、そうです、なるほど、うん、水素を充填してみようと思います。はい、まあ、どんな感じでやってるのかちょっと見てみましょうかね。はい、山本さん、はいはい、そんなに速いんですか？めちゃくちゃ速かったですね。3分ぐらいでしたよ。いや、ほんと3分ぐらい、あっちゅう間、はい、あっちゅう間に。ちなみに、うん、この1回の充填でどれぐらい走ることができるんですか？1回でおよそ650キロぐらい。650キロ走れるみたいな。そんなに走れるんですか？そうなんです。 CO2 排出ゼロなので。そっか、これぞ究極のエコカーって言われる。なるほど、すごいですよね。これが究極のゆえんなんです。そうなんですよ。じゃあ早速ではありますが、この車に乗ってですね、はい、キャンプ場に向かってみましょう。ぜひ、はい、イエーイ。充填も終え、いざ本日のキャンプ地へ。
川村くん、FCV の乗り心地はいかがですか？めちゃくちゃ乗り心地いいです。本当に加速が加速っていうか出だしがスムーズです。あ、やっぱ全然すごい。違いますね。なんか加速の時にすごい風でふわーって後ろから押してもらってるような、すごいスムーズに走り出すっていう。音めちゃくちゃ音も静かですね。静かね。めちゃくちゃ乗りやすいです。まもなくキャンプ場着きますよ。ちなみに今から行くキャンプ場って、夜何度ぐらいなんですか？最近ちょっと寒いから、でも5度ぐらいかな、はい、5度です、5度5度って結構寒くないですか？あ、ここです、到着します。一行が訪れたのは、佐賀市富士町にある音なし地区。着きました。着きましたね、めちゃくちゃいいところですね、山本さん。いや、でしょ。はい。じゃあこれからですね、はい、究極のキャンプをやります、はい、究極のキャンプへの道、はい、この1その1設営をします。え、設営ですか？設営です。究極のキャンプって聞いて、うん、なんかドーンってすごいのが立っててグランピングみたいなの想像してたんですけど、うん、え、設営からするんですか？設営から。え、それって普通のキャンプと？はい、ブツブツ言わない、やりますよ。え、究極のエコカークリーンカーで究極のキャンプとは一体どんなものになるんでしょうか？早速設営をするようですが、初めての設営で手こずる川村くん、キャンプコーディネーターのあやさんに手伝ってもらって無事に設営が終わったようです。川村くんはあのキャンプのイメージってどんなのですか？キャンプ、え、なんかこうやって、うん、頑張って火を起こしてこうやってちょっとずつこの火種を大きくして、やっと焚き火をして、みたいな、めちゃくちゃ不便なイメージがあります。なるほどね。じゃあその不便をですね、はい、FCV が解決してくれます。なるほど。はい。はい。究極のキャンプへの道、その2。その2。FCV の発電で料理をしよう。おー、発電で料理ですか？はい。用意した大量の電気調理器。FCV の発電だけで、電気調理器は、使うことができるのでしょうか？この子たちが活躍してくれるんですね。そうです。これらを使ってやってみましょう、はい、早速山本くんは FCV の大容量外部電源供給システムを使って電気調理器具をつないでいるようです。おお、着いた。着きましたね。すごいわ。ここ山の中ですよ、つゆるさん。ほんとにこれはすごいわ。早速 FCV の発電だけで調理開始です。うわー、めっちゃ美味しい。めっちゃ絶対うまい。絶対うまい。絶対美味しいです、ね、絶対もうこれでいいもん。すごいわ、電気めっちゃ使えてる。ほんとですね。おお、ここ山ん中なのに。いや、ほんまに今までさ、はい、キャンプやったら絶対火起こしをしてからさ、はいはいはい、あの料理したけどさ、そうですよね。そう、火起こしせえへんキャンプ初めて。え、うわー、絶対美味しい。はい。バッチリよ、川村君。もっちりですか？ちょっと期待しておきます。順調に調理を進める山本くんですが、川村くんの姿がありません。何してんの？はい、あ、ちょっと今仕事しなきゃいけないのを思い出して。あ、そう。ごめんなさい。あはじゃねえわ。あ、大丈夫ですか？あ、順調。順調や。順調です。めちゃくちゃ順調や。ちょっと今すごい楽しみにお腹空かして待ってるので。あ、わかりました。いいね、電気使えてね。そうです、ちょっと僕だけごめんなさい。寒かったのですごい手が冷えちゃって暖房つけようと思って。あ、そう、いいと思います。ありがとうございます。待っててくださいや。はい、頑張って仕事。ありがとうございます。はい。
テント内では何かを準備している山本くん。一体何をしているんでしょうか。仕事が終わって合流した川村くんと完成までラストスパートです。いい感じですよ。はい、どうもマジで。おめっちゃいい。入れます。お願いします。パエリアです。もうめっちゃいい感じ。うわすごい。やっぱ炊飯器のあるキャンプ場って変な感じするよね。本当ですよね、うん。キャンプこんな感じなんですか普段。いや全然全然。はい、ということでできましたね。はい、できましたね。今日はですね、はい、CV の。うん、勉強を使って、はい、いかに快適にできるかということで、はい、川村君は究極のキャンプへの道、はい、その3でございます。その3ですか、はい、これが、はい、なるほど。ちょっとお待ちくださいよ。はい、いきますよ、はい、テントにご注目ください、はい、テント。うおー、めっちゃ綺麗じゃないですか。どうですか、どうですか。こたつまであるじゃないですか。こたつも用意しましたよ。何にも不自由なく過ごしてもらおうと思って。すごい。いや、いいでしょう。飾り付けもめちゃくちゃいいです。こたつもあるし。めっちゃおしゃれ。どうですか。僕今からここでご飯食べれる。ここで食べましょう。最高ですね。せっかくなんで食べましょう。食べましょう、食べましょう、はい、いただきます、はい、いただきます。いやー、やっとやっとできた。ます。あー、うまい。美味しいですか。めっちゃうまい。いただきます。最高や。うまうまいね。すごい。炊飯器で電子レンジ、はい、で IH ヒーターで、まあ、電子レンジか、うん、電気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 そう電気電気。今日ほんま電気ばっかりやもん。電気しか使ってないもんね、はい、こんなおしゃれな空間だって。電気ないとだってこれも点灯しないですもんね。うん、これベッドですよね。ベッド。すごいですよね。エアベッドやもん。なんか膨らませて、うん、これふかふかってことですよね。そう。だこれも AC 電源で の、はい、あの空気入れるポンプやから。へえ。もう電気そのままいただいて。はい、もう CV 様々です。マジ様々。山本さん。はい。僕人生だよ。うん。一番今、うん、幸せかもしれない。いいコメントいただいたわ。まさか山に来てこたつに入れるなんて思ってもいませんでした。本当に。キャンプ最高。最高ですね。これ年一開催。年一は行きたいです。行きたいね。この感じやったら全然冬でもいいもんね。うん、そうですよね。僕なんかこんな山であったかく過ごせるってイメージがなかったので、うん、キャンプいいなって思いました。思った。こうして夜は更けていくのでありました。翌朝はあいにくの雨。一晩過ごしてみていかがでしたか。はい、電気で結構やっぱ使えた。もうずっと使ってました。本当。はい、もう家での生活と変わらないぐらい普通に電気つないで、うん、充電とかしながら。本当。はい、あ、よかった。すっごい快適でした本当に。山本さんちょっと気づいちゃったんですけど。どうしますか。だって昨日これ全部使ったじゃないですか。もうフルで使った。だって冷蔵庫も電子レンジも、うん、ケトルも使ったし、使った、炊飯器も使ったし、使った、めちゃくちゃ電気使ったじゃないですか。使った。帰れますか。燃料残ってますかね。そうよね。ちょっと見てみませんか。めっちゃ不安になってきました。大丈夫ですか。うん、ちょっと見てみようか。はい、見てみましょう、ちょっと、うん、じゃあ見てみましょうね、はい、いいですか。いいよ、もうぜひどんな感じで。わっ、めっちゃしっかり残ってますよ。もう全然走れるね、まだ走行距離結構残ってますね。うん、あんなに電気使ったのに。いや、すごいな。田村くん、はい、いかがでしたか。いや、もう最高でしたね。ちょっと疑ってたじゃないですか最初。めちゃくちゃ疑ってたもんね。あの
もうずっと電気使ってましたよ、うん、で料理も普通にできましたし、こう電気をね、うんうんうん、こう使えて、はい、もう本当フルで電気が使えるってこと、そうですよね、本当にすごいと思います。だって同時にあんなコンセントいっぱい挿してないもんね家でもあそこまで使わないもんね、はい、まさかこんな車で電気引っ張ってきてキャンプできるなんてもう想像もつきませんでした。ない、めっちゃくちゃ楽しかったですよかったいや本当に最高でした。いやほんまにまだ一緒にね、はい、あの FCV はいもうぜひぜひキャンプやりましょう。はい週え月2だっけ月2年 2, 年2で最低年2で年2やります。はい全然年3でも4でもはい本当今日ありがとうございました。今回はこれにて終了。究極のエコカークリーンカーを使って究極のキャンプをしてみました。どうでしたか？ぜひこの機会に FCV の発電を使って究極のキャンプへ出かけてみてはいかがでしょうか。今4分の2ぐらいじゃないですか。そうだね、4分の2は半分ぐらいじゃないですか、うんうん、え、ちなみに明日予定ありますか？どういうこと、どういうこと、あの予定ありますかってどういうこと。え、見てください、雨じゃないですか。雨だね。え、この中帰りたいですか？帰りたくね。そうですよね。あ、僕も同じ気持ちなんですけどもし明日予定がなければ明日晴れ予報ですし、うん、ちょっともう一泊だけして帰りませんか、ね、え、どうですか。あ、まあ、いいよいいよいいですか。いいよ、じゃあもう一泊しようか。もう一泊しようか。ありがとうございますカープラグキャンプハマってる本当にめちゃくちゃ楽しい。マジで。もう一泊行きましょう。よかったわ、はい、そんなに良かったと言ってくれたらよかったわ俺も。